北海道千歳市。築60年の小さな平屋建ては、入ってすぐがリビングで、その奥にあるのが使い込まれた感じの台所です。昭和の時代を感じさせるガラスの扉。扉が開閉式の食器棚は、どうやら手作りのようです。蛇口のハンドルは妙に大きくて、料理屋さんの厨房みたい。この台所の持ち主は山口茂子さん、70歳。100人近くの生徒を抱える書道教室の先生です。茂子さんは3年前この家に夫婦で引っ越してきました。本当に最初びっくりして、見たことのない台所でどう使ってたんだろうって。不動産会社に聞くと、この家には少し前まで90代の女性が一人で暮らしていたそうです。茂子さんがまず驚いたのは、すごく大きな換気扇のフード。これ見た時に、えっと思って、なんか食堂やってんのかなとか思ったんですよね。で、これ全部ステンレス貼ってますよね。だから相当揚げ物してる家かなって思ったんですよね。何より不思議に思ったのが、ずらっとここに釘が打ってあるんですよね。これも打ってあったんですよ、釘。え、そこにも、うん、これ全部不思議でしょ。結構釘だらけですね。そう、だから最初、え、この釘何なんだろうって。揚げ句にここもいっぱい、それからあの上にも釘はいっぱい打ってあるんですよ。乾燥野菜作ってたっていうか、ああいうとこかなとかね。名前も顔も知らない前の住人のおばあちゃん。そんな台所の先輩と心の中でずっと対話している、ちょっと不思議な台所の物語です。なんか意外に使いやすいんですよね。以前は調理道具を引き出しの中にしまっていたという茂子さん。最初釘は抜こうかとも思ったのですが、試しに全部吊るしてみたら使い勝手がいいことが分かってきました。食器棚の戸も開けると物が置けて、火の周りで何かと便利に使えます。引き出しの中は仕切られていて、なぜかカレーのルーがぴったりとはまる。ちっちゃいお盆2個入って、なんかそれでここも何だろうと思って、これあれ入れてみたんですよね、温度測るやつ。ここしかないという絶妙の置き場所。きっとおばあちゃんは料理が上手だったんだろうな。ここで手際よく立ち働く姿を思い描くようになりました。きっとこことここ同じ釘だから、こうやって貼ってたんじゃないですか。多分、うん、布巾でしょってこうやって洗って干してたんじゃないですかね。おばあちゃんへの思いが高じて、茂子さん書道の仕事の合間に出すあてもない手紙まで書いてしまいました。台所に立ってたくさんの釘を見て、一本一本この釘は何かしらと、今までの人生で一本の釘にこんなに心を傾けたことはありません。たくさんの知恵と工夫でここで何を作られていたのでしょう。3年前この家に引っ越してきた茂子さん。きっかけは夫の正和さんが認知症と診断されたことでした。それまで住んでいたのは2階建ての家。階段が心配になり、平屋建てのこの家にたどり着いたのでした。台所から夫に目を配りながらの暮らし。しかし去年の12月から正和さんは入院することになってしまいました。
雪かきご主人してくれた。そこまで全部やってくれた。最近になって茂子さんは近所の人から前の住人のおばあちゃんが自分と似た境遇だったと聞きました。ここで入りしてたんでしょう。入りはしてた。ご主人がいくつもの病気を抱えてて、サンドさんの手作り食べたくなかね、もう出かけててもうご飯作んなきゃって急いで帰ってくるみたいな。まあ、ご主人亡くなってからでも何年、 5年ぐらい一人で頑張って、一人で何でもされてたし。おばあちゃんは自分と同じように病気の夫がいて最後まで支えた人でした。おばあちゃんずっといたかったんだろうね、本当がね。いや、それは間違いないわ。茂子さん、朝早くから料理を開始。入院中の正和さんが1ヶ月半ぶりに一時帰宅することになったのです。メニューは夫の好きなもの。残儀です。いや、時間ないんですよね、いつも。でもなんか食べ物あればなんか頑張れるっていうか。書道教室の生徒たちにも振る舞おうとたくさん作ります。今外に出るとものすごい唐揚げの匂いしてるんですよ。あれだけ大きく回ってますからね。本当にこの換気扇のおかげですよ。だからやっぱりいっぱい揚げ物してたんだと思いますよ。相当いろんなものここから作って。巻きそばですね。ご飯を炊き忘れ、おにぎりを急遽焼きそばに変更。ハサミもすぐに手に取れる。きっとおばあちゃんもこうやって忙しい中料理していたに違いない。だってあんだけぶら下がってるからやれるんですよね。探し物しなくてもこうパッ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 と届くんですよね。本当弁当屋みたいでしょ。とりあえず時間の中で次々と出来上がっていきました。しかし、先生おいで、病院今日ないの。夫の一時帰宅は土壇場で中止になりました。微熱だから ね大丈夫だから、病院だから。てっちゃんも待ってたの、会おうとして。ねえ、みんな待ってたのにね、熱出たんだって。食べさせたかったんですよね。食べたことも忘れちゃうんだけど、味覚って意外に残るんですよね。美味しいって、まあしょうがないですよね。でも茂子さん、同じような困難を乗り越えてきたおばあちゃんがこの台所で力を貸してくれている気がすると言います。きっとこういう台所を作る人は気がついてるんですよ。乗り越えられないことないって。おじいちゃんのためになんか一生懸命料理あれしてたっていうおばあちゃんはそういう人だったんじゃないんですかね。結局釘は一本も抜いていません。抜けない。なんか意味あるんですよ。だって打ってるんだから。この釘に導かれて料理をもっともっと作りたい。台所の先輩への手紙はこう締めくくられています。いつかおばあちゃんのようになりたいと私はこの台所でいつも思っています。釘を残してくださりありがとうございます。かしこ山口茂子おばあちゃんへ。